皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、どうもご視聴ありがとうございます。まあ今月もですね、いわき市アンモナイトセンターの体験発掘、その総括の時間がやってまいりましたけれども、10月はですね、まあはっきり言ってまあ大外れと言いますか、ソース感と言いますか、目星化石がほとんど取れませんでした。はい、まあ、いけども掘れども掘れども目星化石が取れなかったんですけれども、まあ全然出てなかったっていうわけではなくて、まあ取れたには取れましたけど、まあ自分のコレクションとは無縁な中世代白亜紀の花つまみの厄介者オタク問題児、はぐれ者一匹狼、変わり者異端児、みたいな化石の集まりしか取れなかったわけですけれども、まあやっぱり常々、狙ってるのはアンモナイトとか、まあ、サメの歯とか、ちょっとね、いい化石になってくるんですけど、今月はですね、そういったものしか取れなくて、まあコレクションとしてはですね、結構多いんですから、まあほとんどお土産として、提供してきましたんで、手元にはほとんど残ってません。はい、でまあ目星成果といえば、まあちっちゃいこれサメの歯なんですけれども、まあ、サメの歯とこれも、まあ、ちょっと見えないかもしれないですけどね、これは琥珀ですね。まあちっちゃいかけらなんですけど、一応琥珀も出てます。でまあ10月はですね、結構まあ、福島県のみならず、まあ、広い範囲でちょっとね、大雨の被害が出てましたけれども、こちらはですね、10月の14日の体験発掘場の写真なんですけど、まあ、台風の、あの大雨があった2日後ですね、まあ、それにしてはこの体験発掘場そんなに大きな被害がないようには見えるんですけど、こちらですね、まあ、体験発掘場の、まあ、左の奥側になるんですけど、この左の方にはあの、雨水が流れる沢があるんですけど、沢の一番奥の、まあ、一番高いところで、体験発掘場の高いところの沢の上のところが崩れたようですけれども、まあ、体験発掘場にはね、直接これは影響はないんですけれど、まあ、この上の方が崩れちゃったってことですね。はい、でまあ先日の日曜も体験発掘行ってきたんですけれども、まあ成果というのはちょっと乏しくて、いい化石は出なかったんですけれども、まあ先日はですね、午前の部はこの一番高いとかこの辺りで午前中掘って、でまあ目星成果がなかったので、まあ午前中4時にちょっと降りてきて、まあこの辺ですね、この辺をちょっと掘ってたんですけども、まあこれですね、まあ午前中、まあ一番高いところにちょっと、まあまとまった大きな石があったんで、なんか入ってないかなと思って掘ったんですけれども、まあこの辺にちょっとパラパラっと並んでますけど、まあちょっと目星のは出ませんでした。で午前中の途中からまあちょっと降りたところで、まあ掘ってたんですけど、まあこの辺はですね、非常にこう硬い石があるもんですから、あまりこう皆さん掘らないでこう残っちゃってる部分だったんですけど、まあそこからも割といいもの出たりすることがあるので、まあそれに期待して、ちょっと掘り進めてたんですけど、まあこれ表面本当にカッチカチ硬い石なんですけど、いざこの横にこうこれ3本これ入ってるのが玉ねなんですけど、横からこう玉ね入れてやると、玉ねがもう本当にあっというよりズボって入ってっちゃうぐらい柔らかい感じがするんですよね。でまあこの上側をこう叩くと、もう硬くて、掘りづらい石っていうのをカンカンカンっていうこう高い音がするんですけど、ここはまあ叩くとちょっと鈍い音、ゴンゴンゴンっていうような鈍い音がするんで、まあそういう時はこういう硬い石の中にこうひびが入ってて、比較的掘りやすくなってることが多いんですけど、この時は3本玉にこう打ち込んでも全然こう石が剥がれる様子がなくて、
でまあ午前中から、まあ、結局午後までずっとここを掘ってたんですけど、で延々掘って、まあ、さっき見えてたここにこうかぶってた石をこう、まあ、剥がすことができたんですけど、まあ、こう散々こうどんどんどんとこう細かく割っていっても目惜しいものが見つかりませんでした。非常にまあ残念ではあったんですけどもね、はい、まあ、正直ですね、まあ、自分のようなあいい大人なんですね、毎週のように通っても、いい稼ぎが出るとは限らないっていうのも、まあ、辛いとこなんですけど、まあ来月じゃなくて、11月もですね、それにめげずですね、体験発掘参加していきたいなと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画の再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。で、毎度お知らせしてますけれども、まあ、化石の発掘、最新情報に関しては Twitter、Instagram の方で、随時、投稿していきたいと思いますので、そちらの方も検索、フォローの方をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。